じゃあおはようございます。おはようございます。今日2人ペアルックでありがとうございます。めっちゃこれ初めて来たんですけど、はい、いいっすね。ありがとう。今日はお二人に嬉しいコラボのご依頼が来てですね、リンゴルフ初じゃないですか、男子プロかつ賞金王になったことのある方が来てくれます。でその方とバトルの体を成しながらもうちょっといろいろ学んでほしいということで、はい、頑張ってください。はい、はい、じゃあもう呼びましょう。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、小田孝明さんです。よろしくお願いします。2014年の賞金王、うん、はい、小田孝明プロです。よろしくお願いします。小田さんは、ご自身でも YouTube チャンネルを開設されて、そうですね、最近しだしたですね、うん、ですよね。でそれもあってちょっとコラボしようよって話をいただいたので、はい、であればこのプロを目指す2人に対してなんかちょっと一歩揉んでやるかみたいな感じでやって、そうですね、揉まれるかもしれないですけど、はい、まあ楽しくやれればいいなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。何でも聞いてください。はい、僕一番の悩みがあって、うん、めっちゃ緊張しいなんですよ。うん、僕試合の日の朝すごいもうナーバスから入るんですよ。もう起きたらあーってなるんですよ。いやそれはねみんなそうなの、はいはい、プロもみんなそうなの、はいはい、始まるって会社は最初になるんだけど、はい、じゃあそれをどういうふうにこうテンション上げていくかっていうのは、はい、今日一日何をしようとか、はいはい、終わってから何をしようとか、はい、その日の一日のことも考えるけど、はい、終わって何をしようとか終わって今日何を食べようとか、うん、楽しいこと考えないと、はい、4日間あるじゃん、はい、ツアーってゴルフのことばっかりずっと考えてたら精神的に参っちゃうっていうか、はいはい、じゃあ今日終わって何を食べ行こうとか、でもちろんそのご飯食べてる時に明日はどういうゴルフをしようとか、逆にご飯食べながら考えてて、あ朝考えるべきじゃない、はいはいはい、朝はもう普通に朝ご飯食べてゴルフ場来て、じゃあもう普通の練習行く過程みたいな感じで回ってる方がいい。緊張はしない。あ、みんな緊張はするよ。え、コメさんもするんですか？最近しない。わあ、すげえ。すげえな。9番？ピッチングです。150でしょ？はい。すげえな。これが QT5 のアドレナリンか。おお。うん、ナイスオン。どのボール見えた？うわっ、でっかい。ナイスパー。ナイスです。ダーちゃん、ダーちゃん、おめでとう。はい、ダーさんが1個勝ち。ワンダウンです。僕らワンダウンです。カイト君がパターがなんか見たことのないものを使ってる。そうなんですよ、僕あの見たことないパターしか持ってないんですよ。見たことない新兵器で言うのかな。新兵器ミニドライバー。本間も作ってるんですか。いや、本間作ってないですよ、これ。諦めずに。テイラーなんですけど。ヘッドが小さいドライバーってことですね。そう、ヘッドが小さいドライバーなんですけど、これ 13.5 度なんですけど、
それをこうスプーン代わりにいろいろ試してます。これフェアウェイ沿いに多分そういうこと、はい、俺こういう掘るかと思って今めちゃくちゃ泥をかけいったんだけどちょっとラフですけど失敗いい球は出たんですね。じゃあ思った通り。自分の狙い通りの球ですけど。ですよね。ですよね。コースがね。すいません。なるほど。ちょっと。やばいですか。はい。よっ。賞金王って。決まった瞬間って結構やっぱ実感すぐ湧かないですか。いやいやもう分かってるから、はあ、やっぱもうそれはもう実感は出てるよ。もうドキドキします。ドキドキはね、でもあんまりしなかったっていうか、はあ、JT の初日、はいはい、が一番緊張したかな。 JT って賞金ランキング順でスタートするのよ、はい、そうですね。だから1位でしょ、はい。まあ、要はこの組に勝たないと賞金王になれないわけよ、はい、初日はもうめちゃくちゃ気合が入ってる。あ、緊張もしてるけど気合も入ってる。この組に負けちゃいけないと思ってるから、はい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 、この組さえ抑えれば賞金王はもう確定だから、はいはいはい、まあ、相手は優勝するしかないし。そうですね。一打一打気になっちゃう感じですか。まあでも自分のゴルフももちろんしてるっすけど、要はもう自分がいいゴルフすれば向こうは焦るだけでしょ、はいはい。で、初日トップだった、はい、シックスアンダーで、はいはい、でもう相手はもうそれでちょっと意気消沈するじゃん、はい、で多分それで勝てた。あ、もし初日打っちゃってたら気分よく回ってるから、はいはいはい、もしかしたら負けてたかもしれないし、はいはいはい、そこはゴルフって4日間の大会だけど、はい、例えば最終日の戦いって要はもう相手を設定してるわけよ、はいはいはい、みんな自分との戦いとは言うけど、はい、実際もんでこいつに勝てば優勝できるって分かるじゃん、うん、そうですね。だからもうこいつをいかに抑えるかな、もうマッチプレーみたいな感じの雰囲気が出る。だからもうプレッシャーが半端じゃないのよ。回ってますね、うん、いつもはあのオフはあんまり回らないんですけど、はい、今年はちょっと気合を入れてラウンド多めにしようとして200ラウンドぐらいですかね。だいたい2日に一遍以上回ってるかなって感じですけど。ゴルフ場に住んでる人みたいな。そうですね。まだ2人ともなんか浮き足立ってますね。その隙を狙わないといけないけど。うまい。けど早いな。早タッチすごい。あ、これは逆だと思ったけどね、うん、最初の午後の方がフック強いじゃん、うん、下りって最初の下りこうフックの傾斜がついてきたらもう回転がこれだからスライス来ないのよ最後の。だから最初のラインを見るときに最初どれだけ曲がるだろうって意識して最初の傾斜を利用したら最後のスライスなんかほとんど見なくていい。あ、ってことはこれなんかほとんどもうまっすぐでいいんだよ。回転が最初の回転がこのフックだから。あ、本当だ、ね、で最後がこれスライス、本当だ本当だ本当だ、だからほとんど見なくていい。入っちゃってるでラインってどう見るかって、まあそっちから見てこっちから見るでしょ。
まあ、最近の学生とかここら辺から曲がるかなっていうところからこう立つのよ、ここに。でどっちの傾斜が高いかなってこう確認してんの。でも自分が通したいところをこうして、あ、なんか左の方が高いなとか右の方が高いなって意識して、もう見るところでカップ見なくていいのよ。これぐらいの傾斜だったらそこにもう転がせば、今左通ったけど、もうあとは妥協で転がっていくとか。要はこれはもう絶対スリーパットしないことが肝心で、はい、まあ、こっからこう見たら目線はここしか来ないから、このスライスしか見えてない、はい、大事なのは絶対にカップまで補足することで、逆から見る、表から見る、横から見る、それで、あ、確信したと思ってそこに打たないといけない。プロテストなんかもうその時しかないんだから、一打をいかに大事にするかでもう自分の運命が決まってくると思った方がいいぐらい、プロテストって大事なんですね、はい、まあ、もちろん QT もそうだけど、はい、年に何回もやってるわけじゃないじゃん、はい、1年間もう棒に振るわけでしょ、はい、落ちちゃったら。だからその一打一打を大事にするっていうのがものすごく大事なんですよ。それはもうプロの試合よりも大事。まずそこに舞台に立つための試合なんだから、はい、だからもういい加減にしちゃいけない。後悔しないようにプロテストっていうのは回らないと、うん、1打でも落ちよう落ちだからね。プロテストの時どんな感じですか？いや、プロテストが一番しびれたそれね、もう人生で一番しびれたのはやっぱプロテストかな。あ、そうなんですか、うん、もう1時から俺らちはね、九州はね、九州予選っていうのがあって、あ、はい、九州予選の1位になると最初から行けるの、うん、なるほど。で俺の場合は九州予選で1位になっていきなりもう3時から行けたんだけど、1時2時そこの1時2時行ってたら多分落ちたかもしれない、ね、だから意地でも1位と1位か2位は3時から行けたからそれで行ったの、うん、行った完璧でしょ。まっすぐ行ったけど、うん、あ、降りてきた。先っぽ目すぎますね。先っぽしすぎるっていうか、体が開きすぎてるから先に来てる、はい、俺も悪い時そうなの。だからあえてこうヘッドを先に置いてる。ああ。で、あとはもう何も変えずに、うん、何も変えなくていい。癖で先っぽで構えちゃうんですよ、うん、多分フッカーの打ち方だね。どこに当たってるかの検査したときにボールがここに当たってるの、ずっと、はいはいはい、芯に当たってるこう率がすごく悪くて、はい、やっぱ飛距離が一回落ちたの、すごく。そうなんですね。で、どうしたらいいんだろうと思って、まあ、ちょっと先に構えてこうちょっともうヒール、ね、まあ、ヒールじゃない、ネックぐらい、こう来るぐらいのイメージで打ったら、うんうん、ドカーンって飛ぶようになったのよ、はいはい、それでもう少しこう距離が戻ってきた。コメさんってトラックマンで測った時のヘッドスピードとボールスピードってどんぐらいですか？うん、ヘッドスピード51ぐらいの、はい、ボールスピードがね、あんまりそこまでやってないからわかんないけど、はいはい、あんまり気にしたことないな。あ、うん、すごい数字を気にしちゃうんですよ僕、うん、調子いい時の数字とかってあるじゃないですか。あるある。その数字に近づけよう近づけようっていうふうに練習しちゃうんですよ。まあ、それも大事だと思うけど、はい、トラックマンで打ったからってそれが全て正しいとは限らない、はいはいはい、外でやってるスポーツなんだから、はい、やっぱ風はある程度来てくるし、はい、ある程度いろんな球が打てるようにならないと、はいろいろ打ち分けないと対応できなくなる、はいはい、いつもまっすぐ打つばっかりじゃね。そうですね。しょバンカーとかでね、うん、め完璧だよ。狙ったとこでしょ。ねえ、いつものタイちゃんが戻ってきました。パターのこといっぱい聞きたいよね。緊張した。そう、パター聞きたいです、ね、もっともっとガンガン聞いていいんだよ今日は、はい、だいぶ緊張解けてきたんで。解けてきた、解けてきた。これはどう打ちますか？これね、本当は木の上打ちたいんですけど、はい、まあ上がんないんですよ、うんうん、それよりもドフック打ちます。ドフック、コメさんがドフック見せてくれるそうです。うわ、ドフック本当にやった。どうした？枝に当たった。
に。どんなこと意識して打つんですか。フックは基本的にもうフックの体勢を作ってあげてインサイドアウトにもう打つだけなんですよ。だからもうベースかぶせたりはしないですか。ベースもかぶせてるけど、もうこの体勢のだからもう最初から作ってあげてる、こう上げる体勢を。でこのままこうしてあとはもう手を返すだけです。試合でもやるんですか。やりますよ普通に、何でもやります何でもやります、何でもできるっす。だから言われたことをやってって言ったらできるんですよ。すげえ。それがプロだと思ってるんで、はい、プロはもう常にまっすぐ打つことがプロじゃなくて、うん、どういう局面でも対応できるのがプロ、うん、常に練習場でまっすぐ打つだけが練習ではなく、練習場だからこそあえてフック打ったりスライス打ったりいろんな球を打たないと本番でできない。風がない真っ平らでそんなコースないでしょ、うん、曲がった時に対応できない。普通右に出しますよね、その僕らとかだと。ですよね、はい、でもこの状況じゃ右に出したら負けますもんね負けます。まだ一つは勝ってますけど、はい、プロとしては1ポイントも上げたくないでも多分これは負けます。え、木の下打っていくんですか。いや、あの隙間。あ、上あの間の隙間っすね。え、あれしかないっすね。あ、これですか。ちょっともうあれしかないですよねちょっと何言ってるのか分かんないことを言い出しましたねうわぁ、あ、弱い。あ、すごい。いかなかった。あれで乗せる、すごい。いや、乗らなかったですけどナイスオン。貴重映像です。小田孔明プロのバンカー鳴らしが見れます。ど真ん中。ナイス。ナイス。バディ？お、打っていた。結構小田プロがお話しするときに、はい、勝つ負けるの話がそんなに重くなくさっと出てくるんですけど、はい、勝ち負けってことに対して普段どう意識してるんですか。何でも勝ち負けは勝ちたいですよ。うん、まあ根っからのギャンブラーですよね僕らは。もうその負けないことを。常に意識してるんです。何の勝負にしても勝ち癖をつけるっていうのは大事なんですね、勝負ごとは。分かる。でもゴルフは結局楽しくないと面白くない。そうですね、楽しみながら勝ち負けをする、うん、これはもうゴルフのスポーツかな。はい、皆さんこんにちは。小田孔明さんとのバトル今撮影してきたんですけれども、帰りに小田孔明さんからよかったらプレゼントあげるよっていうふうに言って、小田孔明さんのスポンサーのものをいくつかもらったんですけれども、これは小田孔明さんファンにあげた方がいいなというものがいくつかあったので、それを視聴者プレゼントにして渡しします。1つ目、ホンマの帽子。ちょっとおしゃれ、ホンマで。なんでこれが小田孔明さんグッズなのか。まずプレナス、スポンサーのプレナスさんね、キャップ、これが入っている。あと小田孔明さんの67番、これ何か知らないでしょう。6月7日生まれだからそうです。で、まあ数字もね、毎回5アンダー取れば優勝できるからっていうので全部67にしてるんだそうです。これを1名ずつ。次、これも小田孔明さんグッズ。これもワンダース、スリクソン、Z スター。前なんかダンロップだったのかな。で、今もダンロップのボール使ってるらしいんですけども、はい、孔明って書いてあります。わかります。孔明って孔明って入ってます。小田孔明さんの名前入りのボール、スリクソン Z スター。いいボールですよ、これ高いボールですよ。これが2ダースあるので1ダースずつ、まあ、4名まで行きました。次、これですね、小田孔明さんは福岡の方、九州の出身で福岡の方なんですけれども、本物という、ブランドのベルト、これを1名さん。はい、まだあります。はい、小田孔明さん使っているエリートグリップのグリップ13で1セットを3セットを1、2、3名にプレゼントします。豪華。さらにプレナス、弥生券とホットモットお食事券500円券10名にプレゼントします。リンゴルフのいつもの概要欄にありますので、その応募フォームから応募してください。小田孔明さんありがとうございました。また出てください。